ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーオフラインで遊べるモードです。競技の形式を選択してください。競技に出馬するチームを選択してください。競技に出馬するウマ娘を選択してください。行きますわよ。参ります。競技に出馬するウマ娘を選択して頑張ってください。待ちに待ったファン大感謝祭、最初の競技が始まろうとしています。やる気は十分。グラスワンダー、この競技での活躍に期待です。特に注目を集めています。メジロマックイーン、実力も人気もトップクラスでしょう。この競技でファンの声援に応えることはできるのか。メジロブライト、この競技にぴったりのウマ娘でしょう。スティルインラブ、仕上がりも素晴らしいですね。ウマ娘たちの準備が整いました。開始の合図とともに手綱さんがボールを投げます。試合が始まりますわよ。ウマ娘たちが最初のボールを狙っています。相手の進行を止めた。グラスワンダー、狙い撃ちのシーンゴールを投げた。グラスワンダー、ゴールを奪った。バンディス、グラスワンダー、しっかり狙いを定めてシュート。ゴールを決めました。決めました。ボールを奪った。誰がゴールに入れるのか。グラスワンダー、ボールを奪った。君のヒント、グラスワンダー、ゴールに嫌われた。シュート、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 メジロブライト、その迫力に他のウマ娘は頼れない。グラスワンダー、相手の進行を止めた。メジロブライト、他のウマ娘に負けずガンガン走る。グラスワンダー、ボールを奪います。グラスワンダー、ここはしっかりと決めました。ボールを奪います。ちょっとここじゃないようです。この状況に対応できるか。シチリンラブ、他のウマ娘に負けずガンガン走ります。メジロブライト、ハイスター、メジロブライト、決めました。新しいボールが出てきました。スチルインラブ、ボールを取った。狙い撃ちのしボールを投げた。参ります。グラスワンダー、ボールを取った。見ます。グラスワンダー、しっかりと狙いを定めてシュート入った。グラスワンダー、ここはしっかりと決めました。ボールを取った。ボールを取った。ボールを取った。この状況を生かして決めます。決めます。どのウマ娘か。はい、メジロブライト、ボールを発射して決めます。決めに行ったぞ。ゴール決めました。点につなげますよ。ゴール決めです。ゴールに何か起こりそうです。この状況を消して自分の決めるのは決めました。決めました。メジロブライト、決めました。喜ばしいです。決めました。出てきました。これが試合にどう影響を与えるのか。グラスワンダー、見事
競技に出馬する馬娘を選択してください。見ていろ。行くぜ。競技に出馬する馬娘、頑張ってください。激しいボールのぶつけ合い、生き残るのは一体誰か。馬どっちチャンピオンシップが始まります。素晴らしい仕上がりを見せています。キングヘイロー、これは期待できそうです。ゴールドシップ、実力も人気も他の馬娘に負けていません。ファンの期待を背負って競技場に立ちます。エアグルーヴ、本人の気合も十分といったところ。この競技にぴったりの馬娘でしょう。ウォッカ、仕上がりも素晴らしいですね。馬どっちチャンピオンシップ間もなく開始です。試合開始と同時にボールがコート内に投げられます。ドッジボール、ダウンドバルの開始です。当たりました。キングヘイロー、大丈夫か。勢いよくボールを投げた。もらうぞ。勢いよくボールを投げました。クロスだけ。狙いすましたボールを投げた。ウォッカ、全力の必殺シュートだ。いただき。エアグルーヴ、必殺シュートを放った。全力の必殺シュートだ。もらうぞ。気合を込めた必殺シュート。エアグルーヴ、ボールを投げた。キングヘイロー、勢いよくボールを投げました。キングヘイロー、必殺シュートに当たってしまった。開けた。必殺ボールにかかるとは超必殺シュートだ。他の馬娘たちに超ボールを投げた。なんだそれ。ラウンド2開始。次はどんな勝負になるのでしょうか。もらうぞ。エアグルーヴ、これは超必殺シュートだ。他の馬娘たちに勝負を仕掛けた。何すんだよ。行くぜ。ウォッカ、狙いすましてボールを投げた。ゴールドシップ、勢いよくボールを投げました。エアグルーヴ、狙いすましてボールを投げた。エアグルーヴ、勢いよくボールを投げました。キングヒーロー、ボールを投げた。いただくわ。これがキングの実力よ。ここで優勝が決まります。最終ラウンドスタートです。いくぜ。気合いを込めた必殺シュート。ゴールドシップ、必殺シュートが強烈。強烈な一発だ。キングヘイロー、開けた。エアグレーブ、必殺シュートを放った。どんなに勝てるとシュートが飛び出るのか。ゴールドシップ、クライヘイロー、必殺シュートを放った。当たってしまった。キングヘイロー、ゴールドシップ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 。ここでラウンド終了。1位はウォッカ。馬どっちチャンピオンシップ勝利したのはウォッカ。俺にボールは当たらねえ。盛り上がっております。トレセン学園ファン大感謝祭。現在2つの競技が終了して折り返し地点、残りは2競技となっております。ここまでの順位を確認してみましょう。第4位はこちらのチームです。ここからの巻き返しに期待です。
第3位はこちらのチームです。なんと2チームが同点で2位です。優勝チームとなるのはどのチームか、まだまだ分かりません。どのチームが優勝を手にするのか、この後の競技に注目しましょう。以上、現在の順位の振り返りでした。選択してください。競技に出馬するウマ娘を選択してください。いきます。頑張ってください。ウマ娘たちの大食いペースに配膳するウマ娘はついていけるのか。大食いダービー、まもなくスタートです。2人の相性は最高。エルコンドルパサースペシャルウィークペア、どちらも気合十分です。東海帝王鶴丸つよしペア、2人のチームワークに注目です。待ちかね福来たるサイレンス鈴鹿、この2人のコンビネーションに期待です。配膳なら任せろ。ダイワスターレット、学園の食料すべて食べるぞ。アストンマーちゃん、ウマ娘たちが配置につき準備万全です。あとは美味しい料理を待つのみ。いただきます。オーフィーダービー、さっそく今だったよ。チームのウマ娘たちはどんな作戦で動くのでしょうか。スペシャルウィークは食べるスピードで料理を口に入れそう。スペシャルウィーク食べるペースは上げます。もうすぐ次の料理が出始めそうです。
補充まで少しです。ここでたくさん食べたスペシャルウィーク、そしてしっかりと料理を運んだエルコンドルパサー、厳しい戦いを勝ち抜き1位です。どの料理もなまらうまかったべ。競技に出馬する皆様を選択してください。いきます。頑張ってください。カン大感謝祭も大詰めとなりました。泣いても笑ってもこれが最後の競技です。緊張もせず落ち着いた様子です。スペシャルウィーク、結果も期待できそうです。やる気は十分。東海帝王、この競技での活躍に期待です。気合を入れて競技に臨みます。サイレンス鈴鹿、練習の成果を発揮できるか。誰にも負けないといった表情、アストンマーちゃん気合が乗っています。波乱万丈なこのレース、一体どの馬娘が1位になるのか。体勢も整ったようです。料理が開いた。少し遅れた子もいる模様、巻き返しに注目です。東海帝王スタミナを回復しました。握り入りました。攻守に向かってかけていく。ここから何が待ち受けるのか。行きます。サイレンス鈴鹿、仕掛けます。どちらに行くで相手を取った。サイレンス鈴鹿、一気に加速する。マントアップスペシャルウィーク、一気に行くれた。勢いを上がってきた。スペシャルウィーク、全員に何かを飛ばしたぞ。勝負すごい気迫だ。アストンマーちゃん、その迫力に他のマンスは近寄れない。アストンマーちゃん、デートスペシャルウィーク、アイテムを投げました。かなり辛そうだ。各馬娘公園に入っていきます。ここを抜けると住宅街、ガスマルトは走り入れるかもしれません。サイレンス鈴鹿、避けきれず当たってしまった。スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、何かいきました。サイレンス鈴鹿、勢いで行きました。東海帝王全速力です。スペシャルウィーク、アイテムを使いました。これをどう使うのか。東海帝王全速力です。さらに得点を稼ぐ。行き行き、冷徹行為を集め1位を狙う。アストンマーちゃん、障害物を勢いよく登ります。再びトレセン学園に帰ってきました。おいちゃいま、学校から投げ切れて長い直線です。やっ、それではパパ前に行く。あんなとてもない。こちらからは全く分かりません。早い早い、完成せよ。犬のランス、凄まじい迫力、凄まじい存在感を放つ。アストンマーちゃん、投げせよ。大統領グラウンド、栄光のゴールはもうないのだ。やっぱりやっぱりやっちゃいます。アストンマーさん、別格。アストンマーさん、置かれていたアイテムを振った。これはすごい。東海帝王、まるで風のようにかけていく。東海帝王、アイテムを振ってください。これは何だ。スペシャルミックス、マジコップ。アストンマーさん、避けきれず当たってしまった。かわした。スペシャルミックス、4分勝ちました。このまま持っていた悪魔を勢いよく投げた。サイレンス鈴鹿、ここで上がってきました。東海帝王巻き込まれた。レースも大詰めを迎えます。ゴールまでも距離はないぞ。1位になる馬娘は一体誰だ。ラゴールイン、スペシャルウィーク、後方からまとめて差し切った。ファン大感謝祭大障害、勝ったのはスペシャルウィーク。期待に応えてくれました。頑張って乗り越えました。
者グランプリ、予定していた全競技が終了しました。あとは結果の発表を待つばかり。ウマ娘たちの顔にも緊張が見られます。チーム順位の発表の前に個人賞の授賞式から進めていきたいと思います。個人賞は各競技の中で特別な活躍をしたウマ娘に贈られる賞となります。個人賞を獲得したウマ娘がいるチームにはポイントが付与されますので、チーム順位にも影響を与える大事な要素となっております。はじめに流した汗は裏切らない努力賞を発表します。努力賞は最もスタミナを消費したウマ娘に贈られる賞です。努力賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。続いては鍛えた技で決めろ関東賞の発表です。関東賞はスキルを最も披露したウマ娘に贈られる賞です。関東賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。テクニックがキラリ輝いた技能賞の発表です。技能賞はアイテムを一番使いこなしたウマ娘に贈られる賞です。技能賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。下手なシュートも数打ち入るマシンガンシュート賞の発表です。こちらはバスケにおいて一番シュート回数が多いウマ娘に贈られる賞となります。マシンガンシュート賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。次は食べる手を止めるなフードファイター賞の発表です。フードファイター賞は大食いで最も長く食への情熱を燃やし続けたイーターウマ娘に贈られる賞です。フードファイター賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。さて次は最後の個人賞となります。名誉ある MVP 賞の発表です。4競技を通して最高に輝いてチームに貢献したウマ娘に贈られる特別な賞です。強豪勢揃いのこのはちゃめちゃグランプリ、 MVP 賞を勝ち取るのは一体誰か。 MVP 賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。圧倒的な存在感を見せつけました。個人賞の授賞式が終了してチーム順位の発表を残すだけとなりました。大盛り上がりのはちゃめちゃグランプリ、果たしてその結果は。それでは第4位から順番に発表してまいりましょう。第4位のチームはこちらの点数を獲得したこのチームです。健闘むなしく4位となりました。惜しくも結果は振るいませんでしたが、その健闘を称えたいと思います。それでは次の順位の発表です。第3位のチームはこちらの点数を獲得したこのチームです。
素晴らしい活躍を見せてくれましたが、上位チームには届きませんでした。さて、残すところ2チームとなりました。果たして栄光を手にするのはどちらのチームか。それでは優勝チームを発表いたします。はちゃめちゃグランプリ優勝チームはこちらの点数を獲得したこちらのチーム、優勝おめでとうございます。見事な活躍でこのはちゃめちゃグランプリを制覇しました。2位となったチームはこちらです。あと一歩というところで優勝を逃してしまいました。しかし優勝チームに負けていない闘志を見せてくれました。さて、ここで放送時間も残すところわずかとなってきました。今年のはちゃめちゃグランプリ、お楽しみいただけたでしょうか。改めて馬娘たちに大きな拍手をお送りください。以上で、はちゃめちゃグランプリの全プログラムが終了となります。皆様、ご声援ありがとうございました。オフラインで遊べるモードです。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。